回は今話題の足パカダイエットをやっていきます。20回頑張ろう。まずは仰向けになって足を90度になるように持ち上げましょう。90度に足を上げたまま足をパカパカと横に開きます。寝ながら行うエクササイズは余計な負荷がかからないので、スラッとしなやかな筋肉を目指す方にとってもおすすめです。さあ、内ももが温かくなってきたかな。正しく使えてる証拠ですよ。股関節が硬かったり横に開きにくい方は無理のない範囲で行いましょう。休憩。足を地面と垂直に持ち上げるだけでもきつい。休憩の時は足を楽にしてくださいね。さあ、次は縦に動かしていきましょう。縦に足を動かす時、反り腰に注意です。背中は床につけたまま足を浮かせることでお腹にも効いてきます。さあ、ぐっとお腹にも力を入れながら集中。そうそう、いい感じ。はい、休憩。足を下ろしたら呼吸を整えながら次の準備です。ラストは足を持ち上げてクロスさせながら横に動かしていきます。ポイントは足を90度にキープしたまま動かすこと。さあ、きつい。意識できる方は内ももの力を使いながらつま先をまっすぐ天井に向けてみてください。そうそう、上手。ラストスパート、もう足が限界という方、あともう少し。よく頑張った。お疲れ様です。皆さん、お疲れ様でした。足パカダイエットいかがだったでしょうか。結構最近ね、人気で流行ってるっていうのもあるんですけど、まあ、1週間で激変する、変わるっていう風に言われている足パカダイエットになります。寝たまま足をこう大きく開いたり閉じたりっていう簡単な動きだけで簡単にね、足痩せができるっていうことになりますので、ぜひ皆さん続けてみてください。今回私が着ているコーディネートなんですけども、この上のトップスは二の腕がちょっと隠れるぐらいのフレンチスリーブになっていて、すごく二の腕も綺麗に見えますし、シルエットもすごい綺麗なトップスになります。何のボトムにも合わせやすくて、とっても着やすいかなと思います。あとはこのシティ柄がプリントされているタイツなんですけど、結構一目でね、インパクトのあるタイツになってます。これ一つ持っておくと周りと差がつくアイテムかなと思いますので、詳しくは概要欄にありますので、リンクぜひ見てみてください。ではまたの動画でお会いしましょう。またねー。